はい、奈良県立橿原考古学研究所の所属博物館でございます。あっこにありますのがね、あれが塚明神古墳のね、石棺石碑でございます。大きなやりましたろ。あれ前から見てみましょうかね。あ、博物館です。これでございます。この石室がね、塚明神古墳の石室の復元モデルでございます。これね、昭和59年だから実在模型らしいんでね、切り石で作ってあるんですよ。これすごいでしょ。これ無造作置いてあるんだけどね、こんな感じで作ったりですごいね。千何百300年前にちょっと雨漏りがひどいか。これはやっぱ切り石かね。石ですね。まあ見た感じね、もうこの感じはセメントみたいに見えるけど、切り石、あ、切り石ね。これほら切ってあるちゃんと、ほらね、すごいね。やっぱりこれもすごいけど、この横見てください。これものすごい石がおんねんけど、この石は何だろう。これこの石見てみましょうか。これは修羅になってますよ。これ修羅、修羅はね、四方厚川博物館に置いてあるんだけどね、なんか大きいやつをね。で小さいのはどうかって、藤田の図書館やったかな。これなんだ、あ、模型か。修羅石は模型ですね。これすごいところなんですね。この53年やで、藤井寺、船橋河原で、あ、いや、これで引っ張ったちゅうことかね。ほんで、このわざわざここまで乗って藤井寺から、おお、どれぐらい重さんねやろね、これ。なんともあんねやろうね。大変でございますね、これ。いや、修羅だ、これ。コンクリートやろ、これ。コンクリートでございますね。穴やって、横に穴がね、穴いっぱい開いてなかったね。開いた穴開いてるんだけどね。下にクロームを入れてね、回すんやけどね。で、奥の方にはこの石がね、無造作置いてあるんだけど、これ見てみましょう。どこの石やろ、これ。お、書いてないね。そこ石、飛鳥村。これが、あの、鬼のまな板と雪の接近やったっけ。あの、中頃から出てきた石だそうですよ、これ。真ん中辺から。こんな普通の町行ったら、これ、ね、観光資源でございます。ものすごい。すごいね。これ全部そうやろうか。このかけらも。はい、すごいでございます。これは何だろう、これ。これは、なんかどっか、もう見るからにどっかあのね、お寺かなんかの基礎石みたいだね、これ。この辺まだ向こうにある。こんな無造作置いてあるのかね。持ってる人おらんのかね、これ。おお、こんな書いてあるぞ。読まれへんけど、なんで書いてあるんだろう。五稜山って書いてあるけどね、上がちょっとね、読み取られんけど。ああ、これも、やっぱり、盛ん使われた石かね、これ。すごいね、無造作置いてあんねんで。ああ、この辺は見に来る人おらんねんな。これ全然歩いたのがないわ。ここにもなんかあんねんけど。これ見ていきましょうか、これ。これをね。あ、これは関係ない。この横のやつなくなっちゃう。これ看板ないけど、これもおそらくね、古墳から出てきた石でございましょうかね。ちょっと小ぶりでございますけどね。あ、ここにある、これ。はい、あ、これは違いますね。これは現代のもんで、これ誰も歩いてないわ。
これなんかある、これ、これ。これなんか、なんだろう、これ、この石ね。ちょっとわからんけどね。いや、肌違いますわ。あれ違う。もう石がゴロゴロしてますからね。気になるね。あ、これなんかあるんだ。これ見落としてたね。これなんだ。あー、なるほどなるほど。これは横穴式の石ですね。お杉15本。あ、そういうことこれおかしいね。ちょっと小ぶりやけど。これが原質がこれだね。これちょっと小さいね。ちょっとそれにしてもね、幅がちょっと1メーター50ぐらいしかないかもしれんな、これ。1メーター50ない。今手で測って。そんなんやからちょっと小さいんですよね。こんな感じで、上に天井石を置いて、で、こっちが線路。ちょっと小ぶりやけどね。はい、これなかなかいいね、展示でございます。はい、ありがとうございます。もう何もなかったかね。すごいね、ここだけ見るだけでもすごいぞ、これ。ほらほら、飛鳥村のまな板の横にあった石だそうですわ。ああ、向こうにも何かあるか、あれ。石棺がある。これ、石棺。これどこの組み合わせ式石棺。深谷一号墳っていうところ、桜へ。組み合わせ式ね。なるほど、針金で止めてありますけど、平らな石をね、上に乗して、あ、まあ横は割れとるわね。まあやってね、みんなね、遠くされたんやろうけど、ここにもある。ここもほら、これ大きいよ、こっちの方がね。こっちはほぼ2メーターあるけど、これちょっとどこの組み合わせ式石棺、玉木1号墳。ああ、玉木1号墳か。桜やったかな。玉木1号墳こんなあったん。なかなかなかったな。ちょっと古いから、あの石組がなかなか綺麗な石組だったけどね。モザイクで。そうでしたか。それは失礼しました。これぐらい見るだけでも大変、もう大したものでございますよ、これ。はい。これね、あれ、あれが最高でございます。はい、ありがとうございました。中庭からでございました。はい、今から博物館入ります。